こんにちは、CRDです。今日はですね、またイージーの話なんですけれども、前に僕はね、こんな動画を出させてもらいました。イージー、まあカニウエストですね。イエという名前でも呼ばれますけれども、このラッパーのカニウエストがですね、反ユダヤ発言によってアディダスとの契約を切られた後ですね、アディダスがすごい損益をね、出してしまっていて、その穴を埋めるためにですね、アディダスの現在倉庫にある大量のイージーブランドのスニーカーをまた再販売するんじゃないかっていう風な噂が流れてたっていう話をね、前にさせてもらったんですよね。で、現在ね、今のところまだ発売情報出てないんですけれども、このカニウエストとアディダスの契約終了によってですね、出てしまった損益の影響でスニーカー市場にあるアディダスにとってのですね、非常に深刻な問題が起きているっていうことがあるんですよね。それがですね、表題にもありますけれども、アディダスはカニエとの契約を切ったことによってスニーカー市場のシェアを奪われてしまうんじゃないかって話ですね。これがですね、海外の経済誌で最近噂になってるんですね。僕はこの話題、カニエ系、要するにイエ系の話に関してはですね、かなり前からさせてもらってるんですが、このシリーズの中でもですね、今回ライバル企業にシェアを奪われるというですね、悲劇にまで発展しているというアディダスはかなり窮地かなというふうに思ってるんですよね。しかしこの現象からですね、読み取れるところもあるなって思うんですよね。主要なスニーカーメーカーが置かれているある大きな問題っていうのがね、アディダス以外のメーカーにも言えるような大きな問題がですね、僕は見えてきてるなっていうふうに思うんですよね。それがコラボ依存っていう問題なんですよね。本来はね、自社のオリジナル製品で、シェアを伸ばしていきたいという各社なんですけれども、特に主要メーカーであればあるほど言える問題ということで、スニーカーの販売に関するですね、これからの課題みたいなところ、それに関してもですね、お話ししていきたいなと思うんですよね。ということで今日はですね、アディダスがカニを切ったことによってですね、ナイキにシェアを奪われるんじゃないかっていう風に言われている問題と、主要スニーカーメーカーがコラボ頼りになってしまっている、コラボ依存してしまっているっていう風な問題についてですね、これからの解説パートでお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今回のお話をしていきます。まず今回のアディダスとカニエの契約が終わったことによってナイキのシェアが伸びるという話は3月20日のロイター通信のニュースで報じられました。その報道によるとナイキは第3四半期の収益の増加を報告して2023年までに市場シェアを拡大するというふうに予想されていて、それは主要なライバルであるアディダスがカニウエストの分裂によって四半期売上高を約6億ドル失ったことに大きな原因があるというふうに言ってるんですね。アディダスは去年2022年10月にカニウエストとの関係を断ち切った後、今年なんと30年ぶりに年間損失が出るということを予測したんですね。これがスポーツウェアの市場シェアなんですけども、このデータを見るとナイキがアディダスを圧倒していることがわかりますね。細かい話をするとすごい要因はあるみたいなんですけれども、ナイキがアディダスを圧倒した理由っていうのはアディダスのカニウエストロスがかなり大きな原因を占めていると言えます。もちろんそれ以外にも要因としてアディダスとナイキでは売れ筋の商品の数が全然違うというのもありますね。ナイキは80年代90年代に作った名作と呼ばれるスニーカーがすごい多いんですね。なのでそのアーカイブを一定のタイミングで復刻するだけでも多くの売り上げを確保することができるんですね。しかしアディダスに関しては最近ローテクシューズ、特にサンバやガゼル、こういったところが人気ではあるんですけれども、以前にナイキのダンクの対抗馬として出したフォーラムがこけてしまったこともあって、アーカイブの復刻をするにしても玉数が少ない状態です。一応人気の製品としてアディマティックの復刻だとかスーパーモディファイドの復刻っていうのは一部のファンにとってすごく熱いものではあったんですけれども、特にアディマティックに関しては現在コラボもの以外に関しては普通に余っていつでも買えるみたいな状況が続いています。これはアディダスが復刻したモデルを多色展開量産する癖があるんですが、そのせいでせっかく待望の復刻でも消費者側がすぐに飽きてしまうっていうのがあると思います。そんなアディダスですが、実は今年の1月になってテコ入れをしてるんですね。というのがですね、アディダスは新たな最高責任者に今までの CEO キャスパー・ローステッドに代わってビョロン・ガルデン氏を1月1日付で就任するというふうに発表したんですね。このガルデン氏はデンマークのジュエリーブランドのパンドラやアメリカのフットウェア小売業のラックルームシューズなどで重要なポジションを渡り歩いたほか、サッカーやハンドボールのプロ選手として活躍していた経歴も持ちます。そんな多彩な方なんですが、一番大きな功績は2013年プーマの CEO に着任し、実は去年2022年までずっとプーマの CEO だったっていうことなんですね。要するにプーマからアディダスに社長がすげ替わったっていうふうに言えます。その上ガルデン氏はアディダスで1992年から1999年までアパレルアクセサリー部門で上級副社長を務めたことがあるんですね。なので今回のアディダスの CEO 就任は久しぶりのカムバックというふうに言えるんですね。経済誌インサイダーによると、ガルデン氏はその会見の中でアディダス復権に向けていくつかのポイントを示しました。一つはやはり現在好調なサンバやガゼル、こういったモデルをよりフィーチャーしていくこと。おそらくこれは先
ほど話したみたいにガルデン氏のもともとサッカーやハンドボールをしていたっていう経歴があって思い入れもあるんだと思うんですが、現在好調な商品を伸ばしたいっていうところでしょうね。そしてカニエウエストに関しても話していて、ガルデン氏はカニエウエストとまた組むってことに関しては消極的だったんですけども、在庫に関してはスニーカーが不足している地域への寄付もしくは再販売を検討しているということです。しかしこれがいつになるのか、どの方向で行くかに関してはまだ詳しい明言は避けていました。そして前々から話題になっていたフェアオブゴッドエッセンシャルズのディレクタージェリー・ロレンゾとの協業、これが動き出したことを発表しました。このコラボに関しては前々から非常に期待が高まってたことと、現在アディダスはかなりバスケットボールを推してます。最近リリースされているバスケットボール系のアパレルもかなりかっこいいものが多くて、こういったところにジェリー・ロレンゾの力が入ってくるっていうふうに思われます。またこの話に関しては詳しく特集であるんですが、おそらくこのジェリー・ロレンゾとのコラボをカニエとのコラボに代わる次のステップとして考えていると思われます。そういった期待が高まるアディダスではあるんですが、動画の最初でお話ししたみたいに、やはりコラボ頼りっていうところはどうしても否めないっていうのがあります。今回はカニエウエストイージーシリーズに関してアディダスは重心を置きすぎたため、そのイージーと決別してから非常に大きい痛手を負うことになりました。コラボではなくて自社製品がイージーブーストのように売れていればこんな大事にはならなかったんですが、どうしても話題性っていうのはコラボから生まれることが多いです。サンバやガゼルも好調ですが、また多色展開をしすぎて飽きられてしまう可能性っていうのも大いにあります。他のメーカーもそうなんですが、コラボに依存すればするほどそれしか完売しないっていう現象が起こりやすくなります。現在ナイキもそんな感じありますよね。今消費者が求めているのはアーティストやスポーツ選手ブランドとのコラボかもしれませんが、本当にメーカー側が求めているのは自社製品でのヒットだと思うんですね。こういったところに注力して新しいヒットを飛ばすっていうことが今後各スニーカーメーカーの中での課題になっているかと思います。特にアディダスはカニエウエスト一人とのコラボに力を入れすぎたっていうのがありました。今後ガルデン氏になったアディダスはこのコラボ依存から抜け出すことができるのか注目が集まっています。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、今回のね、アディダス、ナイキのシェアに関してはですね、同じ業界だからまあ仕方ないっちゃ仕方ないところかなとは思うんですよね。しかもね、カニエによる売り上げがね 15% もあったってことなんでね、それが抜けてしまうとね、やっぱりガタ落ちになってしまうし、イージーが抜けただけじゃなくてブランドイメージもねちょっと多分悪くなった部分があると思うんで、今回のことでそれを考えるとね 15% 以上多分利益は落ちるんじゃないかなみたいな感じはありますよね。そのシェアをやっぱりね他のメーカーに奪われるってなると大変やなっていうふうに思います。でも解説のところで言ってたみたいにですね、ナイキも別に問題が全然ないわけじゃないんですよね。前のカイリー・アービングの問題もありましたよね。 NBA のカイリー・アービング選手ですね、ブルックリン・ネッツに所属しているスター選手ですけれども、このカイリーの問題に関してはですね、カニエと同じくカイリーが人種差別的なですね投稿に関してリツイートしたりとかですね反応したと、それに関しての、措置であるということで、カニエと本当に似てるんですけれども、結局カイリーに関してはですね、ナイキとの和解はなかったわけですよね。フィルナイト自身がですねカイリーとの契約に関しては白紙だとか、カイリー自身もですね自分のモデルのバッシュは履いてたりするんですけれども、ナイキのロゴを隠してですね入ってたりするんですね。そういった企業ポリシーというかね、ブランドイメージを損なわないようにですね、するためにこういった選手に問題があった時にねすぐに切るっていう方向を取ったりするねメーカーが割とあったりするなと思うんですけど、アディダスとナイキの違いはですね、ナイキが本当にたくさんのねコラボアーティストとかですねスポーツ選手がいてて、たとえ一人、契約が切れたとしてもそこまでねイージーグレーの 15% を超えるようなですね、そんな打撃は多分ないと思うんですよね。ジョーダンに何かあった場合はさすがにやばいと思いますけどね。でもジョーダンに関してはやっぱりねナイキと契約してからね今40年近く経ちますけれども、その間も不買運動になるほどの問題はね本人起こしてないんで、過去に何か起こしてたとしてもですね、カイリーとかカニエほどはですね影響ない程度の、問題だったかなと思いますし、そう考えるとですね、アディダスはナイキでいうジョーダンを失ったぐらいのですね大きな打撃になってしまったんじゃないかなって感じですよね。それでも最近ねアディダスはサンバが好調だったりとか、フォームシューズフォームサンダルが割とデザインイケてたりとかするんで、実際サンバはねたくさん、これから発売される予定もありますし、こういったところで自社のね作ってるオリジナルの製品、コラボしてない製品でですね展開していくことによって、なんとかねイージーほどとまでは言わへんけれども、人気をですね保っていってほしいなっていうふうに思いますね。皆さんどうですかね、このアディダスの動きについて、イージーは売った方がいいですかね、それとも売らない方がいいですかね、寄付するとかになった場合どういうハレーションが起きるかとかね、そういうところもいろいろ想像してみたらですねいいか悪いかみたいな感じで、感想が出てくるんじゃないかなと思うんですが、よかったらですね皆さんの感想考察というかね、アディダスとカニエの関係はどうしたらいいかこの先みたいな、そういったところですねコメント欄に書いていただけたらと思います。もう一回ね切った相手なんやからもういいやんみたいな感じでね次進んだらっていう風な潔い見方もねあるかとは正直思いますけれども、スニーカー好きとしてはね、やっぱり今ある在庫をね簡単に処分するぐらいやったら安くで売ってやっていう風に思うところはねあるんですけどね、イージーのデザイン僕めっちゃ好きなんでね、それはすごく思いますね。またコメント欄で皆さんのご意見も聞かせていただけたらと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。風が通り抜けろ。
載素足みたいな感覚フリーダム1秒で吐く難なく楽すぎて麻痺する感覚スニーカーコーンでも吐くサンダルアングースーツで決めるサンヤルアングー